えー、今岡岩佐の誠の虎になれ今岡コーチ就任スペシャルということで改め、えー、まして今岡コーチ就任おめでとうございますありがとうございますありがとうございますってい,す <laughs> いやなんかもう嬉しくてで今年もよろしくお願いしますこちらこそお願いしますまず最初にですねちょっとお伝えしなければいけないのはありがとうございますに、ね、はいろんな意味が込められてまして我々が プレゼントしたネクタイをちゃんと今日締めていただいてありがとうございます。似合ってます。いや、もう。似合ってますよ。ね。はい。シーズン中もほぼこれでつけて、<laughs> 移動するわ。新幹線。本当ですね。え。お。<laughs> <laughs> いやそれはもうファンの人はみんなチェックしても今岡コーチ青いネクタイしましたよとかなそう,そうだから、うん、今日も我々も会見場に今ちょうどねあの今岡さんが今コーチの就任会見を終えてもうすぐに来ていただいたんですけれども最初会見場に入っていく後ろ姿しか見えなかったんですよでスタッフとこれもし青のネクタイつけてたらどうしようかなって言ってよかったと思ってちゃんと覚えてくださってて。 いやいやもう僕はもう性格は歪んでないんで <laughs> やる事はやりますからねいやもう本当にありがとうございますいや本当にやってるここそ、はい、どなたか記者の方は今日はねあの岡田監督も就任会見で黄色いネクタイだったんで今岡さんも黄色ですねって突っ込んでくださるかなと思ったら誰もするでしょうね <laughs> これはだからもう昨年にねいろんなチームが、ねうんはい、影響を受けてそうです、ね、だからもうそういう、ね、もう都市ね 変わったんでね変わったんでね、うん、そういうことだと思うんですけどねいや、はい、ありがとうございます本当にで、えー、コーチ就任会見を今終えたばかりですけれども会見を終えてどんな気持ちですか今んまあまあもう年明けてね <laughs> まあまあはいいろいろ高まってきてるというかねまあそんな感じですかねあそうですか、はい、あえて久しぶりにこう記者の皆さんに囲まれてもうお話しするっていうのはどうでしたか さすが阪神だなっていうねあのいいか悪いとかそういうことではなくて、うん、やっぱりねあのこのマスコミ、えー、報道の方っていうんですかね、はい、やっぱり圧倒的にやっぱ多いなっていう改めて思いましたねね今日現役でも長い間在籍されましたけど改めて久しぶりにその空気感を味わってさすが阪神と、うん、思いましたね。 であのこの就任会見の前にも鳴尾浜の新人の合同自主トレにも一度顔も出されてましたし、はいえー、久しぶりに鳴尾浜の空気も吸って、まあ、岡田監督ともお話をされてどうでしたかこ合同自主まあちょっと本当にちらっと見たという感覚だと思いますけどいやもうあのね、えー、前回もねこ YouTube で話したと思うんですけど、うん、もうチームはねやっぱ11月からスタートしてるんで、うん、あんまり。その、はい うん、あの今がこうだああだっていうのは軽々しくね、うん、もうやっぱり選手も、えー、変わらなあかん選手は変わろうとして、うん、もう年を上げてきてるんでねだからそれをまず僕の場合は確認をして<ー>ねやっぱりそういうことだと思うんでねそういうふうに、うん、僕の場合は。 感じですね、はい、ちょっと答えづらい質問だったらもうあの答えなくてもいいんですけども例えばその、まあ、当然水口コーチといろんな話もこれから詰めていくと思いますが現時点でなんとなくこう1軍のじゃあキャンプメンバー野手はこういう感じで2軍はこうでみたいななんとなくイメージはもう描いいてららっしゃるんですかいやだから僕自身は、ねうん、11月を見ていないので、ねうん、あ,のある程度はもう今回はほか、えー、のコーチの皆さんが決めたものにという。うん 当たり前ですよね見てないのに、えー、っていうところなんで今年のでも今岡さんの新年の幕開けはどんな感じでしたかもう初詣とか行かれて例えばこういうお祈りしてきたとかあるんですかまずねやっぱり選手選手に何かっていう前にねやっぱり自分の体調管理から何からっていう改めてその。 思ってまますよまだ今もねやっぱりそういう部分だと思うんでねだからやっぱり、うん、まずはしっかりとこう自分の、ね、思いと行動と、うんうん、それをちゃんとこう一致をさしてねいろんなことをね、うん、でそこからこう選手と対面していきたいなと思いますねなるほどでもやっぱりその前回2017年まで2年間コーチされました、まあ、ファームでしたけれどもで6年ぶりのタイガース復帰ということになると思いますが。 前回の,そのコーチ就任の時と今回のまあコーチ就任当然一軍と二軍の違いもありますけど役割も違いますが気持ちとしては違いますかいやそれはもうねやってみてとていうかな、うん、いいこうする、ああいうあの時はこうしたことが良かったとかそういうことではなくてもう常にいろんなことがもう動いたり。 変わっっていたりやっぱり同じチームであっても同じいろんなことが変わっていくんでね人も含めて考え方状況だからもうそのつどそのやっぱりそうやって臨機応変にっていいますかねその方が多分その時に的確なことを言えるんじゃないかなって思いますね。めから用意してるもものよりって思いますけどね。々外から見ていると日 いいろろ現場で動いているものっていうのは全く見えないんですけど多分現場にいらっしゃったらいいいいいろろろんなことが々こう日々動いているんでしょうねもうそれが目に見えようが、うん、目に見えないものであっても、うん、もっといくと目に見えるものってあんまり多分そんなななに大事じゃいいかもかもわですよね,ね目に見えないものってじゃあ何度やってなった時にいろんなことあると思うんですけど、うん、やっぱりその、ね、やっぱり変化 人もそうですしねだからそういったものに対して柔軟に物事を考えて、うん、でその時に物をしゃべる方がやっぱりねその時にあったか後々気づいた遅いことっていっぱいあるでしょ、うん、まあそれでもいい時もありますしね、うん、やっぱりその時に、えー、今気づくだからこういう結果が出たっていうようなことの方が多いと思うんで、ねうん、シーズン入ったらね。うんうん だからそういうことだと思うんですね。まさっきのねあのコーチの就任会見でもいくつかこう今岡さんのキーワードというかポイントっていうのを実際私も聞いてて、その、うん、選手の個々の能力を引き出すことがコーチの大きな仕事の一つであると。そこの部分に関しては、うん、今おっしゃったように個々の選手の力を引き出すために。 だから答えは一つじゃなくて今日明日1週間前って全部答えが違うってことですよね。だからあの僕自身がその若い時ね、うん、あの何も結果が出ずにね、はい、あのいろんなことをこう考えている時にやっぱりその自分の考えていることと、うん、あの人から指導者を含めての周りの人から言われていることって 大体違うんですよね<ー>それ何でかって正解なんかいっぱいあるからですよね。らまた本人も、えー、その時考えてる時と1年後1ヶ月後、うんうん、考え方変わってるかもしれないし考え方も、はいろんな状況で、うんえーね、例えば湯浅が選手やとして、うんね、こうやって、えー、やれよと言われた時にそれが合ってても間違ってても、うん、また変化していくわけですよね。はい、あの技術なんか特に、うん だからあ,のあんまりその自分のこち,こちら側の考え方をね、うん、もちろんあの提示するのはいいと思うんですけどね、はい、あのそれをしないからといって、うん、あのどうのこうのっていうのはやっぱり指導ではないのかな指導ではないっていうふうには思いますけどね、うんうん、やっぱり選手も日々ね結果を出すためにお金を稼ぐために、うん。うん ね、いろんな勉強をしているわけですからね、はいうん、だから、えー、お互いのねそういう,うもので良くなっていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、ね私、まあ、見てる方もそうだと思うんですけど,どちもちろんプロ野球選手の経験がないじゃないですか当然指導者の経験もないからその間近に毎日選手を見てると分かるもんですか。あ今ここうういとうとを考えててやってるなとか逆に あまり考えられてないなとかっていうのはやっぱりこうだからあのねどうどう言っていいんですか機嫌がいい悪いだけでも全然違うじゃないですか、ね、人間ってそういうとこからいくとねだから要は自分が持ってる正解だって思ってる答えを、うんうん、常にそれを物差しに相手を見たら何も見えない人ですよね、うん、あだってこの物差しって、ね、自分の物差しであり自分が現役の時にこうであり、うん、悪いって あの参考で言うのはいいんですけど、ねうん、物差しはそこじゃないっていうねうんって思うんです聞いてきたら今岡さんに、はい、は答えられますよねだって聞いてくるってことは何かを求めてるってことですよ、ね、もちろん選手がねそこはまた違いますよね聞いてくるのと何も言わずに見守るっていうのはあの何も言わずに見守るっていうのはだから意図的にやってることでやってってことなんですだからこれがあの、うん、指導の一部だっていうことなんですよね、うん、あの、うんうん 要はんて言いいですかねだから多分この番組でも何回も言ってると思うんですけど僕が今バッティングローンしゃべれって言われたらしゃべれるんですでもこれをなぜ言わないかっていうのはこれ言うとこうやって教えるんじゃないかなって全員にって思われるのが嫌だから言わないんです。なるほど持ってるんです当たり前ですよね自分のこうだっていうのは。 構えがこうで、トップこう作って、こうあの体を回転してってもちろん持ってます技術論。でもこれは一番頭に来調はいけないよっていうのを常に持ってます。ってことです。その技術論の後に手の使い方だねあのいろんな付録あの相手がいるもんなんでね。配い、球と含めてね。はい。なんででこれを一番に持ってくるとそうじゃない人が全員ねあのなんて違う風にな これもまた応募の意見でしょう、うん。うんうんうんって思いますけどね。まあそうですね。当然ねレギュラーを取っている人と、うん、これから狙う人と本当に入ってきてすぐの人といろんな選手が今岡さんのしまあ下って言い方はちょっとおかしいかもしれない今岡さんが見る対象選手っいうのいろんな選手がいるわけですよね。そうです。うんでねあのある部分は参考になる、うん、ある部分は、えー、参考にならないっていう部分もねもちろんあると思うんでそれで。うん だってプロなんでね、うん、そんなもん普通に考えたら自分で、えー、打てないと思ったら考えてね、うん、そんな当たり前なんでね、うん、あの考えてないやつなんかいないんでね、うんはい、だから、えー、自分の思ってることをね物差しに物をしゃべると会話ができなくなるんでね会話っていうのはその。 引き出すっていう要素にならないってことですよね、そ,ねそれだけをやると。はいって思いますけどね。まあ前回ね、YouTube でもあのちょっとお話されてましたけど、今持っているものを、特に若い選手は、これからレギュラーを取ろうとする選手は、もう今自分が持っているもの、考えていることをすべてグラウンドで練習から練習も試合の一部だとおっしゃってましたけど、ね、それをもう出してくれたら、それをしっかり見ているっていうことですよね。あの特にそううですよねねチャンスをもららおうと思ったら、ね、やったやぱり ゴロを打つ練習でもバンドをするのも、えー、チームプレーのチーム打撃ですかそれも練習であこれうまいなってこ練習を見て評価するわけなんでね、うん、だって圧倒的に試合に出る回数が少ない選手をどうやって評価するかやったら、うん、練習を見て守備でもそうですよね。うんうん、なんでやっぱり、ね、試合に行くまでにここのねそういう練習っていうのはこれから。 えー、一軍のメンバーレギュラーを取る選手というのはね、うん、やっぱ大事じゃないかなってそれを11月からやってると思うんで今度、実戦に入ってきても練習っていうのは永遠に自分の、えー、存在を、ねうんえー、ちゃんと確立するまでは、ねうん、そううだと思うんですけどねあと、その固定観念にとらわれないっていう、はい、気付くものも気付けるものも気付けないと。 これはなんか野球だけじゃなくていろんな分野にも通用する部分だなと思ってお話を伺っていたんですねよくやっぱり、ね、あの普段野球関係なくてもあいつはこうだよとか、うん、なんかこういうとこあるよとか期間でも勝手に教えてくれるじゃないですか <laughs> <laughs> 野球じゃなくてもふ、ね、<laughs> 普段の生活でも今度、選手とコーチとかなったら、うん、もうなおさらいろんな入ってきますよね、うん、あの選手はこうだって。うんうん でも、よう考えたらね、うん、やっぱり人間だってみんなあれを立ち位置を変えて付き合って、ねうん、しゃべったりするわけで、うんうん、だから、この辺はもう分かってでもね、うん、何か一個こうむかつくことがあればね、うん、そういう目で見ちゃいそうになる時ありますけど、うん、これは我々の方が未熟だということですよねこういうことをやると。これは痛感しますね 未熟ということです、はい。これはもう指導者側の。はい、要は固定観念、観念にかられて。ずっとそのイメージで接するっていうことっていうことですね。もうそこは。自分の中で、ご自身の中で。えー、固定観念というのを必ず捨てて。もうフラットな目で。新鮮な目で。選手と向き合っていくということですね。これがむね、言葉で言うと簡単じゃないですか。まあ、ね。 だから勝ち負けが入ってきたりだとかね、うん、いろんなあの一緒にやってるうちに人間っていろんな感情って生まれるでしょ、はい。だけどやっぱり指導者側こそがねちゃんと常にニュータルの状態に入れる努力をするっていうこの難しさっていうのはこの何年間で指導者やらせてもらってね、うんはい、ああこれは難しいことだなって未熟。 己が未熟だなーって、あの、っていうん、感じることは、多々ありますよね。選手に言えないけど。ええ<ー>、うん。そうか。選手の固定観念というと、なんか。まあ、いろんなことはあるんでしょうね。多分、ちょっと具体的にパッと言われると。まあ、例えば、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、初球から打つとか、粘るとか。 とかうまいとかね。苦手とか。まあいろんなことなんでしょうね。多分ね。だからね。野球で言うとね。こうやってもうなんか難しくなってくるんで、うん、ね。岩佐とこうやってね。何年も芸人とるからこうやって喋ってますけどね。それでも俺のことを半分以上は知らないってことです。<ー>もう簡単に言っちゃえば。いや 絶対そうういことなんですよでも人間っていうのは何か全て分かったかのように人に喋るべるさってこうでな今かってこうでなほぼ半分も知らないもうんですよその3割の間の中でずっと何年も過ごしてるだけであってだからこれをね職場に当てはめたらねに そ変わろうとしてるやつも見落とすでしょ、うん、だって変わろうとしてるのに、ね、見る側がずっと同じ「いやこいつはこうだから」って言った瞬間に、うんね、何も見えない人でしょう、はいうん、って思うんですけどね湯浅やったらひょっとして俺も8で知ってるから <laughs> そういうことないな。 9割知ってるかもしれないですしちょっと話それますけど僕はあの他人の方っていうか他の方に今岡ってこういうやつやからって言ったことはないです言いませんそんなこと言いませんそんな言える資格ないし、うんね、あのいい人ですっていうことはたくさん今岡さんはすごい,あのいや本当いい人ですっていうことはあ,のありますけど今岡さんはこういう人ですっていうことは言うたことないよねそんなって 岩さんに対しては俺は優しいかもしれないけどそうじゃない人に対しては優しくないかもしれないでしょそんなこと言い出したら極論言うとねこういういうになっていくんでだから常にいつも新鮮な特に職場って毎日朝から晩まで見るわけなんでねこっちだけじゃなくて選手もですよねだから本当にいつもシンプルに。 もうシンプルって言うんですけどこれもまたね難しいでしょ。仕事の上でねシンプルでっていうのは、まあ作業ですね。ね<ー>、そういう見るとね。うん、あのー、ね我々もだんだん五十歳が近くなってきてますけど、本当なんかねこうやって野球の話とか YouTube というねこうあの今カテゴリーで話させてもらってますけどね、日々こういつも話しするとすごく勉強になりますね。本当。あ <よう S 2> なんか。言うね。いや本当本当ですよそれ本当。 ひょっとしたらここの部分カットされるかもしれませんけど本当思いますよだって、うん、でもふだんから思うやろ自分の考えは持ってないといけないんだけど、うん、それを押し付けたりだとか、うんね、それを物差しに人を測るととんでもないことになるっていうのは大体、うん、いい50手前やったら大体いい1回か2回は経験してるでしょ、うん、こういうことだもんね。うんうんいや 我々と同じぐらいの世代とかもう少し上の世代の方だったら多分、ああ、そうだよねっていいねボタンを押してくれてると思います、たぶん。いいねね、<laughs> これが一番難しいでしょいやそうって思う、口で言うのは簡単なんですけどね、こうやってね、<うん S 2> 何も平和な空気のところでこういうことはしゃべれますけどね、やっぱりうんまあ現場っていうのはね日々動いていきますからね、もちろん体調もあるし、<ね S 1> 気分もあるし、そういうのはね。 あありますからそこで何ができるかっていうことをね今こうやってお話を伺ってると勉強になるなって今岡岩佐の「まとの虎になれ」。